はいどうも、一度も洗ってないリジットデニムを8ヶ月洗わずに毎日履き込み続けて育ててみる企画の29週目の報告です。29週目ということで7ヶ月が経ちました。検証終了まであと1ヶ月です。29週目のジーンズの状態、そして1ヶ月目との比較もいたしますので最後まで見てくださいね。ほぼほぼ毎週報告できないときはダイジェスト版でこのデニムの育ち具合を撮影したものを毎月報告いたしますので、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンを押してまたコメントを書いていただけると嬉しいです。北海道では雪が溶けてバイクに乗れる時期になりました。今回はバイクに乗って桜を見に来ています。桜も上も咲いていますね。止まって見てみるとひげ落ちがわかるかと思います。平置きした状態です。まずは全体の感じです。フロントはこんな感じです。近くで見るとひげ内側部分の色落ちがわかりますね。洗濯しなくてもこんだけ色落ちするんですね。1ヶ月後の洗濯が楽しみです。裾も左右ともに内側が色落ちしています。バックです。蜂の巣です。裾裏です。履いて立ってる時の状態です。それでは7ヶ月目と1ヶ月目を2画面で比較してみましょう。履いている状態です。フロントです。蜂の巣です。29週目の報告でした。今のところ3000時間以上履いてる状態です。
来週もこのデニムの育ち具合を報告いたしますので、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、またコメントを書いていただけると嬉しいです。ではまた。